第100回小学校、僕が1年生の時かな、まあ、石橋先生が南谷に来られて、で10年後に選手権優勝するぞ、選手権って何やっていう、まあ、その小学生のところから選手権を優勝がなんか自分の中で目標になってたので、その10年後石橋監督とともに選手権全国制覇を成し遂げた。高校2年生の時だった。無我夢中でやってたなっていうのが、まあ、日々がむしゃらに過ぎていった中で、で選手権の結果っていう感じではありますね。そんな全国を制した男に選手権ベストプレーを聞いた。一個覚えてるのは、本当自分がこうインターセプトしてからオーバーラップしてそのままシュート決めたっていうシーンがあって、実吉がオーバーラップで中央突破、そのまま角度のないシュートを決めて2対1、南はナイスゴール。でもこの試合相対ですから、元気な僕がちょっと上がっていったら崩せるんじゃないかなと思って、上がったらうまくいきました。でもここの あそこでやったんですよ。そこで決めた記憶があるんで、はい、だからあそこでやるのって選手権ぐらいですよね。南宇和が全国を制した翌年、主将として臨んだ愛媛県大会決勝。橋本が持った、これも実吉がカバー。実吉と1対1、やはり実吉の頭は高いですね。そうですね、まともにいったらダメですね。、はい、バルセロナ五輪候補実吉がファーポストにいますね。直接、はい、だ沢近のシュート、もう一回シュート、最後は実吉でした。キャプテンマーク、この人2年生としてこうがむしゃらにやってたところから最高学年になっての、あの責任感、いろいろなものが考える要素も多くなりましたし、なんかねプレッシャーありましたね。西田がボールを持つ、かましたシュートだー。試合は西田のゴールなどで南宇和が力の差を見せつける。そんな中、実吉監督が最も覚えているという瞬間がこれだ。そして今ゲーム終了、南宇和高校が5年連続9回目全国へまた行きます。まあ、キャプテンとして勝って当たり前のゲームの中 でそこに向かっていって結果を出せたのでね、ほっとした気持ちがすごく多かったですね。大きな本当目標として、人生の中で10年間目標としてきましたからね。選手権に向かっていっての向かっていくこう日々の努力、今振り返ってもたくさん練習したなっていう思い出が振り返ってきますし、サッカーのベースを叩き込まれたというか、なんか土台をこの選手権という目標が作ってくれたところありますね。